どうもはこまにちはいすけです。ということで今回もなんだっけ出てこない、ディスティニー2やっていきたいと思います。やばいね、これがド忘れってやつですね、はい、タイトルを忘れるという。はい、今日もねディスティニー2の世界を皆さんにね堪能していきたいと、堪能してもらいたいと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、ではね早速いきましょう。実はこれテイク3ぐらいなんですよね。まあ、なんでかって言ったら次何すればいいかもう分かんなくてどうぞ、やっと分かりました。とりあえず真ん中のボタンをナビゲーター開いて、それから地球押しての、そうそう、でここでねもう何が何なのか意味が分かんなかったんだよね。そうそう、でまあよく見たらなんか光ってるところがあって、最初ここ開いた時この画面だったからさ、そうそう、あ、ただの地図だと思って閉じたらねストーリーの進め方が分かんなくなっちゃってやっと見つけたよ。ここにねとりあえず行って、このカバル大戦、またカバル大戦っていう名前のストーリーで、あのなんていうかな、2章みたいなもんかな。そうそうそう、でこのデブリムケイ EDZ トロストランドにホーソーンから友人のデブリムを手伝ってほしいと頼まれた。遺跡と化した町トロストランドで彼を探せというのが、まあ、今回のストーリーでございます。はい、やっと見つけたよ15分ぐらいかかった探すのに。まあいいや、じゃあ行きましょう。いすげアクティブ。力を取り戻したからって調子に乗るな。ヨーロッパデッドゾーンは危険な場所だ、特に旧市街地はな。覚えておけ、シティの難民はもっと危険な目に遭ってる。助けたいならデブリムケイを探せ。はい、ということで到着いたしました。よいしょ、多分この上、この上、そこか。強化しよう。さてということで、結構ね変な敵といっぱい戦ってたんだけどね、結構周りにいる敵って無限湧きなんで、かまってると進まなくなるからね。いましたデブリン。最後までいけるよな。客か、出してやれるお茶もない。カバル大戦。デブリムはこの地域の通信ネットワークを確立した。各地に散らばった死の波に奥地という安全な避難地があるというメッセージを送ろうとしているが、フォールの妨害を受けている。ヨーロッパデッドゾーンについてもっと情報を得るためアドベンチャー新しいフロンティアを完了し、了解。ところが俺のこれをもらえるのか。ヨーロッパデッドゾーンにいる間30メートル以内にあるクレートを検知する。ガーディアンの技量は知っている。よし、もらえんの。そろそろ口を閉じて行動に移すか。頼むぞ。アルスライフル。スナイパーライフル系は苦手なんだよね。いい選択だ。さあ、新しい武器をもらいましたので早速。そう、油断は禁物だ。さあということで、デブリムからね、ヨーロッパ、なんだろうねとりあえずここら辺をね探索しろみたいな。そう、3点バーストか。あ、足んねえ。
リオディン。ああ難しいねやっぱ FPS はね。とりあえずこれだね、新しいフロンティア、アドベンチャーを始める。よし始めるか。1階に旗がある、見てきてくれないか。1階に旗がある。そこか。あ1階に旗がある。これあ、それわかりづらいってよ。これはフォールンハウスの門、見覚えはありませんが、うん、俺もだ。フォールンはこれを威嚇のために垂らしていたようだ、うん、こういう歴史のあるものをこの付近では多数見つけられるだろう。遺跡って言ったからね。俺たちがここで任務を遂行するには物資が必要だ。付近の建物にクレートがないか見てきてくれ。クレート、クレートってなーに。いろいろとね、知らない言葉がいっぱい出るから困っちゃうよ。あ、ここでいいのか。この上、これだね。おお、ちょ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 、オッケー。よくやった。生き残るには積極的に行動する必要がある。荒野を移動中は物資がないか注意してくれ。ほうほう。荒野といえば教会の壁にシンボルがある、見てこい。壁にシンボル、どこだ。あ、これか。デブリム、なぜこんなところに。わかりにくいって。だから市民のハンターが自分たちが偵察した地域を表すシンボルとしてあちこちに描いたんだろう。何か特別なものを示してるか、または危険なものを示してるか、その両方かもしれません。調べに行きましょう。地下トンネルに入る。地下トンネルはそこ、こっちか。アイテムはないかな。ないね。 OK、 どんどん行きましょう。この地域の歴史は面白くてな。今お前がいるような洞窟やトンネルがヨーロッパデッドゾーン中に広がってる。ほうほう。おら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 。キャプテンからキーコードを奪いました。これでクレートを開けられます。ちょっと待って。回復回復忘れてた。よしよしよし。ふう。オッケー。オッケー。ふう、あぶねえ。下手くそだな俺。こっちの方がいい。オートライフルの方が絶対強いわ。オッケーオッケー。さあこれはなんだ。よくやった。他にもこんなお宝や隠し穴があるかもしれないぞ。ほう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 。だがそれを探すのはまた今度だ。今は本来の任務について話す必要がある。教会に戻ってこい。夜間を火にかけて待ってる。ありがとう。コーヒーでも入れてくれるのかな。さあちょっと装備していきましょう。わあレアだレア装備だ。ワクワクすんね。パルスライフル、早いやつだよね確かね。これも3点か。
でもまあまあまあ威力高いからいいか。はい、ということでデブリムのとこに戻ってきました。帰ってきたよ。戻ったか。今回はお茶を入れたんだが一人で飲み干してしまったようだ。もっと早ければ飲めたかもな。早いよ。さあ、ということで通信ネットワークを設置したが、近くのカバル基地が信号を全て妨害している。放送には生存者に届けなければいけないメッセージがある。デブリムの信号ブースターを受け取り、ミッション激動を完了することで放送を手助けしろ。放送に渡せれば。デブリム警備員が放送に渡すための信号ブースター。ほうほう。ハンドキャノン、威力が高いか。当たらないと意味ないしな。うん、高ダメージで高反動。こっちの方がいいんじゃないの。うん、役に立てばいいかな。役に立てばいいかな。新たなアクティビティをプレイ可能。ヨーロッパデッドゾーントラベラーのヴェルネタ編の影の中にあるデブリムが新しいアクティブをマップに書き込んでくれた。放送を見つけて手助けする任務、敵を押し返す冒険、失われた石炭の探索。油断は禁物だ。はあ、はいはいはい。でとりあえずナビゲーションを開いて何をするか選べと、そういうことだよね。さあ、ということで今回ここまでやろうか。このストーリーを進めましょう。ここだね。ちょっと装備、一緒に家へ帰らせてやろう。装備を変えちゃおうかな。レベル上がらないとダメか。一発、失った仲間につき一発。あっちへ行け虫けら、こっちにはな。最後と、さあミッション開始。さてと、ホーソンと合流する。了解。つまり敵が今目の前にいた。いる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 。OK。 よし。デブリム、ここの眺めは絶景だが、そろそろ通信システムを修理したい。信号ブースターはどこだ。ガーディアンが配達中だ。お前の世話をするには俺は年を取りすぎたからな、スラヤ。ようやく老いぼれたことを認めたか。一度命を救われた恩は一生忘れてくれないみたいだな。さてと、一度毎週だろう。俺が白髪なのはお前のせいだぞ。そうやって言ってろ、老いぼれ。あの建物だね。なんか入ってたよね、敵みたいな。放送かな。ほら、いる。敵反応2つ。正面右の方に近く。OK。OK、レベル4。
一回あれ使ってみようか。なんだっけ、これどうなんだろうな。いいね。あのエレベーターで鉱山の頂上へ行けるはずです。これか。よし、エレベーターオンライン。お、別ルートを見つけないといけませんね。そうだねダメそうだね。お、敵か。さあ行こう。フォールンはアサリアだが高い戦力を持ってる。目的達成のために全力で抵抗してくるぞ。オッケー。なかなかいい感じの場所だね。見た感じまだいない。いた。なんだこれ。制御装置が全て壊れています。動作が遅すぎると言って誰かが怒りを爆発させたのでしょうか。ケイドを思い出しました、うん、ケイド。リスポーンが制限されるさーてどんどん行こう。使えって感じだね。了解。あ、ちょっと待って。42が強い。こっちの方が強い。この方が強いっていうね。狙えってことでしょ。敵の反応あり。ちょっと待って、普通にいるやん。いた、いたのかよ。弾がないな。なんかあるぞ。かけない。なんか拾ったよね。レベル5か。さあどんどん降りていこう。OK。 ああ、ちょっと待って。フォールンが鉱山から逃げていくのが見える。お前に相当怖い思いをさせられたみたいだな。イエス。
恐ろしい。すげえ怖えんだけど。ここにあるね。一応壊しとこうか。どこ？それか。オッケー。ああ、気のせいか。なんだ。ゾワ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 、絶対なんか出てくる。さあ、エレベーター前に着きました。エレベーター起動。エレベーターは動いていません。電源を入れましょう。ちょっと待って、電源さっきのところか。どうやらフォールを起こらせたようです。そうね。あ、ちょっと待って。ちょっと待って。倍率が高すぎる。わふう。121か。オッケー。さあ、どこ行ったあいつ。近いだ。すげえな、やっぱダメージが違うわ。400って。やりました。サービターを倒したら電源が入りました。あ、ちょちょちょ、多すぎる。ようやくブースターを持ってきてもらえそうだな。まだいるね。正面そこか。オッケー。まだ行ったのか。さあ、到着。ポーソン、外に出られました。そちらに向かっています。早くブースターを持ってこい。通信ネットワークを設置するぞ。了解。それから、その礼を言う。なかなかやるじゃないか、ガーディアンにしては。スレイがこんなに正しいことを言うのは初めてだ。なかなか名誉なことだぞ、ガーディアン。ああ、いいね。さあ行こっか。あ、いたいたいた。兄貴ん？あ、
無事か。この賭けはルイスの負けだな。よし、直してみるか。説明書はちゃんと読んだな。いつけドヤ顔してたけど、すんごい手こずった。ビーコンを検知した。ガーディオン、シティが落ちた。この世界にまだ光が残っているなら、衛星タイタンへ来い。勇敢であれ。ガーディオン、ザバラが生きてます。今行けば。タイタンに行ってる暇はない。難民が避難してきてる。レッドリージョンやホールに囲まれてるんだ。でも力を取り戻したんです。それにシティを取り返すには。シティはもうないんだ。ホーソン、必ず戻ってきます。仲間を連れて。しばらく一人になりたい。時間の無駄だ。そろそろ殺したらどうだ。大弁償を登る割に大したことを言わないやつだ。ガーディアンの一人が光を再び手に入れたらしい。トラベラーを支配していないと言いながら、その結果がこれだ。我は理解したいのだ。光はあらゆる場所、物の中に生きている。光の遮断や捕獲を試みても、その輝きを封じ切ることはできない。トラベラーは決してお前に屈しない。トラベラー、その存在を何年も研究した。力を授かった世界、生と死に干渉する力。我々は似ている。トラベラーと我は。トラベラーに似ているだと？ふざけるな。お前に力があると思っているのか。お前のようなタイプは知っている。どん底から這い上がろうとして、そのまま死んでいく。自らの意志で人類を選んだというのならば、中に入ってその光をもぎ取り、この太陽系を灰も残らず燃やし尽くしてやるまでだ。光の中で蘇れるのはトラベラーが選んだものだけだ。そうだ、それは分かっている。だからこそお前の惑星を占拠し、お前を生かしているのだ。預言者トラベラーは我を選ぶ。その方法を教えてもらうぞ。はい、ということで、今回はね、デブリの、手助けかなではないか。デブリンからね、いろいろ話聞いて、まあそれからその情報かな。そうそうそう、その遭難してるっていうか、助けを求める人たちの情報をね、ホールソンに渡すことができました。多分当たってるよね。はい、ってことなんで、今回はこの辺で終わりたいと思います。はい。次回はね、また別の惑星に向かうみたいなので、はい、そちらの方でまた暴れていきたいと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。もしこの動画が良ければいいねボタン、悪ければバットボタン、それからチャンネル登録、Twitter フォローとよろしくお願いいたします。ではまた次の戦場でお会いしましょう。See you again, bye bye. お疲れ様です。